当て逃げしてしまったんですよ。結構おりませんと。それ本当の話ですか？当て逃げ、いや本当に。携帯もまずあの帰った渡さない。家入ったも靴下で入っていけないんですよ。これだったら家詰まるけどな。どこかやん。いい具合でございます。はい、おはようございます。嫌なこと伝えなくて俺憂鬱。めっちゃ嬉しそうでと。憂鬱。全然楽しそう。今日はですね。はい。まあ、寺岸っていう塗装の職人さんが、はい、まあ、うちでは古い方なんですけど、はい、なんと当て逃げしてしまったんですよ。本人違うって言ってるけど、ね、本人は当て逃げじゃないって言ってるけど、これをクスッとこすってたわけでしょ。まあ、簡単にやこれ逆の止めるバージョンでしょ。本人は本当にもならんって言ってるし、まあ、当て逃げになっとるわけではないんですけど、まあ、保険屋さんからの連絡で、うん、事故を処理たかったのはこっちの会社の車はまあ知れとるわ。15万か20万ぐらい、はい、相手の修理代がいくらか知ってる？知らない。じゃあまあまあ高い車じゃなかった？そう、その会社がアウディかなんかで120万130万ぐらい。相手がそんなにぶつけたの？それで気づかなかったらまあまあやばい。だからその車型っていうアウディとかとお高めのやつで部品がそうそうないからとか、うん、それなんか理由があっての、うん、そんな大した傷ではないけどそんだけ高いんだったら分かるけど、そうあいつはさ、まあ、従業員でも何でもねえからさ、うん、一人親方としてね責任施行で、まあ、そこそこまあ金稼いでるって言ったらあかんけど、うん、額面的には会社より多いわけじゃん。うんうん、まあ俺はもう本当は責任を負う立場じゃないわけ、あいつらがね、うん、まあじゃあお前事故ったらお前払えよとは言えんけど、うん、ただまあ保険料が上がるんだで、うん、月1万円の1年分ぐらいなんとかせえよっていうことは言ったんだわ、うん、だけど俺この間さ保険屋さんがもう30何万1年だけでね、うん、本当に30万が上がるって言われたんだわ、うん、であいつにそれを持ってったら、そんなわけないじゃないですかって言ったら、お前知らない会社で、こいつ舐めとんなと思って違う違う、保険屋に言われとんやぞって、うん、40代50代会社の車あるじゃん、うん、それ事故があったら保険料 5% アップとかでもそういうふうになっちゃうんでしょ多分、うん、まあ、当て逃げなんだからお前自分で払えよとかっていうわけでもねえのにさ、うん、で、うん、今回は、うん、結構おりませんと。もう仕返しやんこの前のいやあいつね、お前はめられたからね。まあまあ単純にあいつをいじめるだけですよ。まあでも言っていやお前今日本当にまずい話だ。離れすぎててカメラに入ってないんですけど、保険が電話あって、うん、結局当て逃げなのに保険が来たんてなし。あれそれ本当の話ですか？当て逃げ、いや本当の話。立て替えてあるけど月10万ずつ1年で上下120万円、うん、それでいいか。しかないですね最低本当、寺木さんごめんなさい。マジで。マジですか。嘘。前全部嘘。嘘ですか。いやこの間駐車場あった時何も言わなかったもんで、うん、何も言わんって。お前でも警察にまで届けて、お前に直接行ってきたんじゃなくて警察に届けてからお前らが来たんだもんで、20万もそうだと思うよ。ほとんどレンタカー代って言ったから、うん、ほとんどレンタカー代だけど、お前がちゃんと挨拶してすいませんぶつけちゃいましたって言ったら、そんなひどいことしんだろ人は。ちゃんと謝っときゃ。謝いや結局決意取るの誰や。俺だれんか保険料な、で30万上がるって言ったら死んだけど気にしんすけ。30万上がるって。俺はあれだぞ、カメラの前ではターゲンになるけど、お前別にお前リアルでそのターゲンなこと言ったことあるか。お前いやいつもターゲンなこと言っとる120万取るぞ。いや120万はちょいちょい簡単な金じゃないですか。いや俺だって同じじゃん。そんなもんいつも以上に笑顔消えてたもん、寺木さん。消えた。でもね、消えた。あ終わったと思った。あ終わったもう生活があって。ああお前さ、その嫁とかにはなんて言っとんの、事故のことは。近所だもんね、普通挨拶とかしなかった。菓子折りの1個でも持ってっとって。あそうそうそう、こんなことなってないだろ。それ言ったんです。部屋番教えてくださいって。ちょっと行きますね。あそれは言ってましたね、うん、たらあいいよ、そこまで死んでいいもんでって。だから違うと、もう向こうは取る気満々になっとるからだろ。そこまで死んでいって、そこまで以上にひどいことされとるじゃん、うん、170万請求されてリース代、車のレンタカー代切って、で金取る上等手なんですよ。ポッケにだいぶ入れてるじゃん。そりゃそうでしょ。だって車屋は
いいよもう代車で、これレンタカー代ってことにしようとか、まあ、それか、まあ、もうレンタカー本当に借りても金は入らないけど、別にそんな代車でいいや、そんな週一週で1週間2週間入るだろう。まあ代車は結構いいの乗ってましたよ。でもともといい車ですよね。もともといい車、ね、アウジ、アウジのでかいやつで、代車は BM のでかいやつだから多分1日2万以上はするレンタカー、ほぼレンタカーだと思いますよ。修理は多分簡単だと思います。20万あれば多分お通訳にそう、バーバーは多分変えたんだろうかな、うん、ちゃんとうまい礼儀かましときゃ、まあね、そんなドラマじゃん。嫁とか仲良い？いや、そんな仲良くないです。喋らん、喋らんことないですけど、うん、奥さん見ないですか、動画？動画見ないですか？動画見て喧嘩しないでくださいよ。息子は見てるけど。そう、息子何歳なの？女子です。あ、もうまあまあ大きいんだよ、ね、たまにいてくるな。お父さんずっとやんの。そう、息子さんとは喋るんですか？息子とは喋る。で、その友達とかも見とるもんで。ほんと？もうバラとるもんで。何が？お前の父ちゃん、ここの動画出てねえって言って。ご飯も一緒に食べる。たぶん。晩ご飯も一緒に。で、何も喋らん。何も喋らん。ご飯食べてないだろ。テレビ見たりしてるんですか？そうそうそう。飯は作ってくれるか。飯は作ってくれる。で、はい。はい、ご飯みたいな。疲れ様とかもないんだ。ないないですよ、そんな。だけど結婚したらさ、だって奥さんって仕事してないわけでしょ、うん、しない。お前にありがとうねっていう今日も気持ちな、あるんじゃない。まあまあ家のこともやっとるけどね。こっちも感謝しないけど、今日も綺麗だなって。だからお互いに今日もお疲れ様って言った方がいいんじゃないじゃん。そうそう、お疲れ様って。今日、いやいや、こちらこそみたいな。そんな他人行儀にこちらこそとか言っとったよね。そんな仲いいよ。おるかな、嫁と二人で出かけるとか。ああ、まああれにしかないですね。で、離婚とかそういう話になったことはね、めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃ、もう紙も書いてあるんですよ、ちゃんと。向こうが俺も書いてあるんですよ、自分も。向こうも、こっちも、一枚ずつ両方書いてある、書いてる。あ、両方書いてあるの？両方書いてあるんですよ。いいかもしれないもん。で、出されるか出されんかなんですよ。どっちかが嫌な思いしたら、どっちかが出すってことですよね。だから出されるか出すかってことですよね、寺木さん。俺は持ってない。俺は傘にしちゃったわけ。相手が出す、出せば。あ、そういうこと？じゃない、どういうこと？向こうに突きつけてきたの？もう、そう、離婚サインしてって言って。サインしてお前に。何がきっかけでそこまで声かけって言われた？合わないんですよね、考え方が。そう、書くとこまで行ったって相当じゃね。だって一度は好きになった同士でしょ。一応お見合いじゃないでしょ。お見合いじゃないですね。それぐらいだって離婚っていう、もう一緒にいられないっていうところまで行くんだから。あ、なんでそれお前が言ったの？ん、もう離婚しようぜみたいな。いや、俺言ってないです、言ってない。僕から一回も行ったことないんで。いつ頃なんですか？何年前？それもめちゃくちゃ前、10年以上前ですよ。マジ？その子もちっちゃい時から始まっとるので。嫁の中でじゃあ、いいとこもいっぱいあると思うけど、嫌なとこ見つけたら何？超潔癖。これまあ一番潔癖。どういう潔癖なの？例えば。まず、賃貸探す時に、玄関入ってすぐ浴槽があるとこにしか選ばないんですよ。玄関行ってすぐ2、3歩で風呂があるとこしか選ばない。で、そこにトイレがあると、もうこの物件はダメ。外から帰ってきたらもう一番に入られます。お前らも。そう。でも息子も。今もですよ。家入ったらもう靴下で入っていけないんですよ。もう靴下で絨毯の上とか乗られたくないみたいなね。もともと出会った時かな。いや、知らんかったんですよ。やっぱもう部屋はめちゃくちゃ綺麗なの。クイックワイパーとかあるでしょ、これ。うんうん、これもう箱替えですからね。常に気になったら拭けるようになってる。うん、常にそうですよ。テレビのリモコンとか触るじゃないですか。そこでもう布団には行けないでね、俺は。どういうことですか？まず手を洗わんと。何か触ったらもう布団行くんだと思う。手を洗う。携帯もまず帰ったら渡さない。で、なんか拭いとんの、除菌で。こうやって除菌で拭いてから、で、風呂終わったら触っていいよって。やば。まあでもそんな嫁とも、まあね、十何年やろうの。18年。でも言うもんね、夫婦でさ、だんだん喋らんくなってく夫婦とかもおるっていうしさ、何かしら形が変わってくっていうからね。息子は家に住んでる。息子は住んでる。一緒にご飯は3人食べる。息子はもう一人で部屋でやる。横かいやん。向こう触ったら布団入れよ、ビビるわ。絶対リモコンの方が綺麗でしょって。外食行った時に箸とか使えるんですか、それ。ああ、あれは使っとるよ。それがいいんだ、うん、家の中だけが気になる。家の中だけがなんか、うん、すごいな。すごい。だったら詰まるけどな。はい、少々ごめんなさい。はい。
まあそんな感じで。もともとはあなた俺事故のドッキリだったね、うん、家族の話ではなかったんですよ。事故のドッキリまた俺はもう。だから私は心痛かったです。いやあ、そうそう、今さっき思ったけど特定営業の修正、はい、今あの何だ、7ヘルパートナーやってますので、はい、ぜひそちらの方へと足場資材の買い取り、はい、それはもうピケも枠も今全部買い取りやってます、はい、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。声いやって120万払ってね。いや120万冗談じゃないですか。